Nah. Hmm? Maitadana. Wakattada. Soreja ikokka na. Ganbaru da zo. Gambardazo! Yuano Hashida!
記憶にじゃダメだよね。ありがとうございます。ないよね。
修行でずっと帰れなかったけど、やっぱり家に帰れるのって幸せ。の体も良くなったみてえだし、みんなに顔を見せてくるといいだ。無天老師様も心配してたべ。分かった。僕ちょっと行ってくるよ。ずっと怖え目に遭ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん。ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん。そうだね。カメハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。
はい。ありがとうございます。おーい、おーい。ん？この声は。おーい、聞こえるか。はい、聞こえています。確か海王様ですよね。そうじゃ、孫悟空の息子よ。よく聞け。近くに大きな悪の気を感じるぞ。気をつけるんじゃ。します。海王様が言った通りだ。近くに大きな悪の気を感じる。先は何もなさそう。僕でもなんとか勝てそう。こんにちは。倒せた。やだ！
おい、ごはんよ。はい。いらっしゃい。毎度。了解。あれ？いえ。はい。
そんな。ありがとうございます。What?
こんにちは、亀仙人さん。お、ご飯か。すっかり元気になったようじゃな。はい。あれ、他の方たちはいないんですか？うん、ちょっと人探しに出ていてな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人はいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての。天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西の都の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西の都に行ってもらうためにクリリンたちの帰りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での、パーマがかかったボリュームのある青い髪をしてある。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。
おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました。探してみます。あまり遠くに行っちゃダメだよね。叫んじゃねえ。やめてください。キュー。ん？青い髪だし、格好も聞いていたのと同じだ。あの人がランチさんかな。なんか揉めてるみたいだけど。てめえら俺を舐めてんのか。出すもん出しやがるって言ってんだよ。そんなこと言われても。な、何のことやら。蜂の巣にされねえとわかんねえみてえだな。のくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みてえなやつだな。え、なんでお父さんのこと知って。悟空のガキだと。
なら、なんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え？本当ですか？その…いい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてるとドタマ打ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか？え？ランチは俺だ。え？でも、青い髪だって。いろいろ事情があんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。はい。その、これで許してもらえます？うるせえ。死にたくなきゃとっとと失せやがれ。キッ、ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃあいつの家がわかるんだからな。あいつ？あんにゃろう、修行であちこち移動してるからな。人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。ちょっと、とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。